これからの講義を確実に理解するためには、どうしても変微分の知識が必要となります。高校数学の範囲外の内容ではありますが、高校生にも十分理解ができる内容です。多変数関数を特定の変数のみで微分することを、偏った微分という意味を込めて変微分と呼びます。例えば、U が3つの独立変数 XYZ を抱える関数だとします。 これを変数 y と z を固定して x のみで微分する。つまりこのような計算を行うことを u を x で変微分するという方をします。x のみが少しだけ変化したとき u がどのくらい変化をするのか、その変化率を表しているのです。そしてこのような記号で表すことになっています。数字の6が左右反転したような文字が変微分記号で、 ラウンドとかデルなどと呼びます。もっと丁寧にラウンド D と呼ぶ人もいますがえ、僕はめんどくさがりなので、ラウンド U、ラウンド X と呼びます。計算自体は簡単です。例えば、XY の2変数を独立変数として持つスカラー関数 U があったとします。U を X で変微分すると、Y を定数とみなして X で微分するだけなので、 3x 次乗プラス 2y 次乗となります。さらに x で変微分すると 6x となりますね。ラウンド u ラウンド y は 4xy。これをさらに x で変微分したものは 4y となります。簡単ですね。二変数関数の u の変微分のイメージを グラフを使って説明しておきましょう。表示されている数式をグラフにすると、おおよそこのような形になります。ここで y を適当な数値で固定してみましょう。これは図のような y イコール一定の平面と、グラフの交線を考えることを意味します。この曲線部分をグラフ化したものが右図のようになります。そして、このグラフの同関数を求める計算が、 U を X で偏微分するという計算になるわけです。同様に、X を固定して、U と Y の関係をグラフにすると、右図のようになります。右のグラフの導関数を求める計算が、U を Y で偏微分するという計算になります。このように、偏微分の計算やイメージは、とても簡単なものなので、今のうちに覚えておいても良いのではないでしょうか。 それでは本題に入ります。この先の講義は、高校物理の範囲外の内容となるため、位置エネルギーのことをポテンシャルと表現しましょう。以前の講義でポテンシャルの定義を学習し、保存力の仕事がポテンシャルの減少量に等しいことを説明しておきました。そして、これらを少々数学的に試験形式で眺めてみると、 ポテンシャルにマイナスの符号をつけたマイナス U がまるで保存力の原子関数のような役割をしていることを伝えておきました。であるならばマイナス U のある種の微分が保存力を与えるであろうという仮説も立てたのです。今回このことをより厳密に示してみようと思います。物体の位置をベクトル R で表すことにしよう。 マイナス U のある種の微分が保存力を与えそうだということは目星がついているので、独立変数の値をちょっとだけ変化させてみて、関水 U の値がどのくらい変化するのかを調べる必要があります。この場合には、1R を少しだけ変化させた時のポテンシャル U の変化を調べるのです。R の位置からデルタ R だけ微小変異する間の保存力の仕事と、 ポテンシャルの関係はこの式で与えられることはよろしいですよね。デルタ R が微小であれば、その間保存力はほぼ一定力とみなせるので、保存力の仕事は近似的に保存力 F と変位デルタ R の内積で与えられます。この近似式はデルタ R が微小であればあるほど、より厳密な式へと近づいていきます。 ここで保存力の x, y, z 成分をそれぞれ fx,fy,fz としよう。まず保存力の x 成分である fx を求めるためには微小変異させる方向に工夫が必要です。この方程式から fy と fz に消えてもらう必要があるので、x 軸に沿ってデルタ x だけ微小変異させればうまくいきます。 すると、保存力の仕事とポテンシャルの関係は、このような等式で与えられます。よろしいですかつまり、fx はポテンシャル関数からこのように計算できることがわかります。厳密な fx を知りたければ、デルタ x を限りなくゼロに近づけるお約束の極限計算をします。つまり、 ポテンシャルを X で変微分してマイナスの符号をつけたものが FX を与えることがわかります。保存力の Y 成分を求めたければ、同様に Y 軸に沿ってデルタ Y だけ微小変異させれば良いはずです。すると FY とポテンシャルの関係式が得られます。デルタ Y を0に限りなく近づけることで FY を求める厳密な式が得られます。 保存力の Z 成分を求める式も同様に得られますね。このように確かにマイナス U の空間微分が保存力を与えることが導けました。覚えるのはさほど難しい式ではありませんよね。このベクトルは U のある種の勾配を意味するので、マイナスグラディエント U と書くことがあります。 グラッドとは、勾配を意味するグラディエントの最初の4文字になります。どんな勾配なのか気になるところでしょうが、講義の後半で詳しく解説をしますので、しばらく我慢してください。また、ベクトル微分演算子と呼ばれるナブラを用いて、マイナスナブラー U と書くこともあります。ナブラー演算子は、もちろんそれだけでは意味のないもので、 右側から何かしらのスカラー量を作用させて、結果としてベクトル量を生成するベクトル演算子の一種になります。演算子がベクトルの成分のように配置されるため、矢印を被せる人もいますが、ここはシンプルに矢印なしでいきましょう。あと、こんな風に書く人もいますが、これはさすがに少数派なので、紹介程度としておきます。 いずれも高校物理、高校数学では登場しない記号なので、その応用は大学で学んでいただくことにします。具体例で計算の仕方を確認しておきましょう。高さ y0 を基準面として、高さ y に質量 m の物体があるときの重力ポテンシャル u は mgy-y0 で与えられます。 すると、重力 F をポテンシャル U から求めると、確かにマイナス MG が得られます。ポテンシャルが二変数関数の例を挙げておきましょう。仕事の計算に関する講義で、このようなケースについて解説したことがあります。重りが原点にあるときを男性ポテンシャルの基準とすると、図のようにバネが R 伸びているときの男性ポテンシャル U はこのように計算ができます。 伸びあるは物体の位置 XY で書き直せますねで。このポテンシャルから物体に働く弾性力 F を向きを含めて求めてみましょう。U を X で変微分すると KX。U を Y で変微分すると KY なので、結果このようになります。以前説明した式が出てきましたね。まあ、興味があれば、将来学ぶ万有引力のポテンシャルから 万引力自体を計算によっててて導出してみてください、まあ、結構数学の勉強になりますよ。えー、ポテンシャルから保存力を求める方法は理解してもらえたと思います。でもさ、保存力を求める技術的方法論は理解できたんだけど、いまいちイメージがわかんないんだよななんて思ってるでしょうね。まあ確かにそうですよね。 え、ぶっちゃけ式の顔つきが難しそうですもんね。そもそも、なぜこれがポテンシャル U の勾配を意味するのか。勾配って言っても、一体どんな勾配なのか。ポテンシャル U が一変数関数なら理解できるけど、多変数関数ともなると、ちょっと勾配と言われてもね、なんてモヤモヤしてる人も多いかもしれません。そこで、ポテンシャルと保存力の関係を 今度は視覚的に説明してみましょう。物体に働く保存力とポテンシャルの関係を改めて考察をしてみます。スカラー量であるポテンシャルをイメージするときに役立つのが、ポテンシャルが等しい位置を結んだ線、もしくは面です。等ポテンシャル線とか等ポテンシャル面と言います。 仮に図にある物体の位置を含む等ポテンシャル面がこのような局面だとしましょう。上の図は等ポテンシャル面とスクリーンとの交線を描いたものです。でその他の等ポテンシャル面も描いておきます。上に行くほどポテンシャルが高く、下に行くほどポテンシャルが低いものとします。さて、ここで等ポテンシャル面と保存力の関係を調べるために、 この物体をデルタ R だけ微小変異させてみます。保存力の仕事がポテンシャルの減少量で与えられることはすでに学んでいるので、変異デルタ R が微小ベクトルであれば、その間の保存力とポテンシャルの関係が近似的にこの式で与えられることを確認してください。よろしいですかここでポテンシャル面に沿って微小変異させることを考えています。 例えば図のようにデルタ R だけ微小変異させるということです。等をポテンシャル目に沿って動かすのであれば、どの方向に変異させても構いませんで。この時、ポテンシャルの変化はありませんよね。つまり、先ほどの方程式の右辺は0ということになります。保存力と変異ベクトルとの内積が0ということは、これらは直角なベクトルになるということです。しかも、 微小変異デルタ R が等ポテンシャル面に沿ったどの方向のベクトルであったとしても同様の結論になるわけで保存力が等ポテンシャル面に常に直角な方向に作用する力であることがわかります。ずれ確認するとこうなるわけですね。でも直角条件ならばこの方向かもしれませんよね。さて、どちらになるのでしょうか 保存力の向きが低ポテンシャル方向なのか、それとも高ポテンシャル方向なのかを見極めるために、今度は等ポテンシャル面に直角な方向に微小変異させてみましょう。まず、図のように低ポテンシャル方向へデルタ R だけ微小変異させたとします。すると、方程式の右辺は正ということになります。つまり、この間の保存力の仕事は正であるべきで、 内積の性質から保存力の向きが変異の向きと同じであることを意味します。よって保存力は低ポテンシャル方向のベクトルであると結論されます。念、ね、のため、高ポテンシャル方向に微小に変異させて考察をしても結論が変わることはなく、保存力が低ポテンシャル方向のベクトルであることが確認できます。 保存力の向きについて理解できたので、今度は大きさについて考えてみましょう。この時役に立つのが流線と呼ばれる曲線です。流線とは、等ポテンシャル面に常に直角となるように描かれた一本の曲線のことです。保存力に釣り合う外力を加えて、ゆっくりゆっくりと純正的に物体を動かすと、この流線に沿って移動していくはずです。 図の位置にある時の保存力の大きさを求めるために、その位置を挟む流線上の2点を選びます。なるべく接近した2点を選ぶのがポイントです。選んだ2点のポテンシャルをそれぞれ U1、U2 としよう。そして、物体がデルタ R だけ離れたこの2点間を移動したとします。この時の保存力の仕事は、近似的に保存力の大きさと移動距離デルタ R の積で与えられます。そして、 これがポテンシャルの減少量 U1-U2 に等しいはずです。ここでポテンシャルの減少量をデルタ U と略記をすれば、このような方程式が得られます。デルタ R で両辺を割れば、保存力の大きさがポテンシャルの勾配で与えられることがわかります。勾配であることを視覚的に理解させるために、次のようなグラフを描いて説明する先生が多いはずです。 流線に沿った位置とポテンシャル U の関係を表すグラフがこのようになるとします。ポテンシャルを高さに例えれば、グラフが斜面のように見えますよね。斜面の傾きが大きいほど力は強く、低い方向に向かって力が作用するという説明は、重力場に置かれた物体に働く力のイメージに類似をするため、初学者にとって 理屈抜きに受け入れやすい説明となるはずです。保存力とポテンシャルの厳密な関係は本来このような変微分計算によって与えられますが、高校生に向けた微積を使わない高校物理の授業では、これを平易に訳してこのように指導されることが一般的です。入試問題でも厳密な関係は知らなくても、 おおよその関係を理解していることを想定して作文されることが多々あります。近い将来、電磁気分野で電波と電位について学ぶことになります。電波は保存力と呼べる性質を持っており、ポテンシャルを定義することができます。それが電気的な位置エネルギー、えつまり電位なのです。したがって電波と電位の関係については、今回学んだことが 名詞を変えてそのまま活かせることになります。デイの学習前後に改めてこの講義を主張すると、より理解が深まることを保証します。ここまでは保存力とポテンシャルの関係を物理の視点から紐解いてきましたが、そもそもグラディエント U とは数学的にはどのようなベクトルなのでしょうか 純粋に数学の視点で解説をしてみたいと思います。U が3変数関数の場合、グラフを描くためには座標軸が4本必要となるため、2次元平面内に図示することは困難です。そこで、まずは U が2変数関数の場合について、グラフを利用しつつ説明をしていきましょう。例えば、関数 U のグラフが図のように描かれたとします。 これは説明のために用意したこのような数式のグラフを描いたもので関数そのものは微分可能であれば特に制約はありません。勾配のイメージを理解するために U を高さとみなして等高線を描くと良いでしょう。正確には等位線と言います。ここで R ベクトルの位置での関数 U の値を考えます。グラディエントのことを 勾配と名付けているからには、グラディエント行はこの点における何かしらの接線の傾きを意味することは確かです。ただ、この点のグラフの曲面に接する直線はいろいろと考えられますよね。このような接線の傾きはかなり大きな値となりますが、極端な例で言えばこのような接線の傾きはゼロとなるわけで、一体グラディエントとはどのような傾きのことを意味するのでしょうか 勘のいい諸君は最大の勾配であると薄々予想できると思われますが、結論だけ言われたとしてもスッキリはしませんよね。そこでグラッド U が勾配の最大値であることを厳密に示してみることにします。勾配を知りたければ、R の位置からほんの少しデルタ R だけずれた位置に移動したとき、U がどのくらい変化をするのかを調べることが必要です。 図の2点を結ぶ直線の傾きは、デルタ R ベクトルの大きさをデルタ R として、デルタ R 分のデルタ U が与えます。デルタ R の方向を様々に変えると、勾配の値も変化をします。例えば、デルタ R がこのような方向のベクトルならば、勾配は正の最大値になるでしょう。デルタ R がこのような方向ならば、勾配は0となります。 デルタ R がこのような方向のベクトルならばデルタ R 分のデルタ U は負の最大値となるはずですこのようにデルタ R の方向によってデルタ R 分のデルタ U の値は様々な値を取ることを記憶しておいてくださいところでこのデルタ U を計算する式は変数 XY を使って具体的にこのように書き出すことができます デルタ X とデルタ Y が微小量ならば、全微分、もしくは多変数関数のテーラー展開を用いて、このように禁似されることは理解できますでしょうか。全微分の知識があれば、当たり前の式と言えるのですが、まあ、さすがに全微分を学んでいる高校生は少ないと思うので、説明をしておきましょう。全微分についての説明は、 世の中に溢れるほど存在します、えー。ここでは数学を道具として利用するだけなので、式変形の方法論だけを紹介し、深掘りすることは一切しません。まず、この式に次の2項を加えます。加えた項はプラマイゼロなので、値に影響することはありません。さらにこのように式変形をします。よろしいですか 1行目のデルタ X の係数に注目してください。デルタ X とデルタ Y がとても小さな値であれば、デルタ Y を0に置き換えたこの式に禁じできることはよろしいですよね。デルタ X は分母にあるので、0に置き換えることはできないことに注意しましょう。えさらに、デルタ X が微小なので、デルタ X を限りなく0に近づけた時の値に、ほぼ等しいはずです。 そして、この最後の式は、y を固定して x で微分することを意味するので、u の x による変微分計算に置き換えることができます。つまり、赤で示した部分の式は、u の x による変微分に近似できることがわかります。同様に、デルタ y の係数に注目すると、これはデルタ y を極限まで0に近づけた時の値とほぼ等しいので、 u の y による変微分計算に禁じできます。つまり、赤で示した部分は、禁じ的にこの変微分に置き換えることができるのです。よって、デルタ u は、デルタ x とデルタ y を用いて、このような禁じ式で与えられると結論されます。もちろん、デルタ x デルタ y が小さければ小さいほど、真の値に近づいていきます。 これが U の全微分と呼ばれています。全微分について深掘りしたければ、ネットサーフィンしてみてくださいね。もし、この近似式を理解できないのであれば、続きの講義を受けたとしても得るものは何もありません。最後のまとめに移動して視聴を終了してください。さて、この近似式が理解できたとして講義を進めていきましょう。 え、式をよく眺めると、今注目しているグラッド U の存在に気づきます。試験形すると、グラッド U とデルタ R の内積が U の変化量を与えることがわかります。関数 U によって、グラッド U は方向も大きさも決まったベクトルとなります。そして、デルタ R は2位に選ぶことができる微小ベクトルです。デルタ R の方向によって、 デルタ U の値が変化することは先ほど説明しておきました。繰り返しになりますが、U の関数が与えられれば、グラッド U の大きさと方向は決まっています。そのベクトルの正体を知るために、デルタ R の方向をいろいろ変えて U の変化に注目しているのです。グラッド U は現時点は不明なベクトルなので、 図のように適当に作図しておきます。デルタ R ベクトルの長さをデルタ R とし、グラッド U とデルタ R ベクトルのなす角を図のようにシーターとします。すると、内積の定義によって、このような計算を実行することになります。そして、両辺をデルタ R で割れば、デルタ R ベクトルの方向に沿った U の勾配が、 グラッド U の大きさと c o s タの積で与えられることがわかります。グラッド U の大きさはシーターには依存しないことを確認してください。すると U の勾配がシーターの値によって変わることが確認できます。c o s ターはマイナス1から1までの値しか取れないので U の勾配に最小値と最大値が存在することがわかります。 シータが0の時に、cosθ は最大値1となり、u の勾配は正の最大値を取るのです。つまり、グラッド u の方向に沿った u の勾配が最も大きく、勾配の最大値がグラッド u の大きさを与えることが理解できます。また、グラッド u は u の値が増加する方向であることも大切です。以上の考察から、 グラッド U の数学的解釈としては、図のような最大傾斜線に沿った U が増加する向きで、最大傾斜線の勾配に等しい大きさを持つベクトルであることが理解できます。ただ、U が二変数関数ならば、最大傾斜線という表現がぴったりきますが、三変数関数ともなると、グラフを描くことが困難なため、最大傾斜線自体をイメージすることが難しくなってしまいます。 そこでより一般的な表現に修正をしてあげるとグラッド U は U の値が最も急激に増加する方向でその方向の U の勾配つまり U の変化率を大きさとして持つベクトルであると表現できますこれがグラディエントベクトルの数学的正体ですよって U が物理的ポテンシャルを意味しているならば その保存力はマイナスグラッド U で与えられるわけですから、保存力の方向は、ポテンシャル U が最も急激に値を減少させる方向のベクトルで、その方向の勾配が保存力の大きさを意味するのです。勾配が最大となる方向は、等ポテンシャル面に直角であることは直感的にも理解できますよね。だから、講義前半で説明したように、保存力は常に等ポテンシャル面に直角な 低ポテンシャルル方向ののベクトルとなるのですよろしいですね。それでは講義で学んだことをまとめておきましょう。まず、ポテンシャルから保存力を求める方法を学習しました。変微分の計算ができれば簡単に保存力を求めることができます。これをやや紙砕いと表現したものがこちらになります。 ポテンシャルの勾配が最大となる方向え、つまり等ポテンシャル面に直角な低ポテンシャル方向のベクトルで、その大きさはその点における勾配の最大値に等しくなることを学習しました。電波と電位を学ぶときに、今回の動画をもう一度視聴することをお勧めします。